えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、ピオー主義ね、やっていこうと思います。ということで、ね、ピオローくん、えー、11連敗中ですが、えー、行ってみましょう。さて、どうしようかな。こっちから行ってみようか。なるほど。なんか、こういう風にやってるのを見るけど、どうなんだろうっていうことで、ちょっと、 こっちに動いてみようかあんまあ、これはどうなんだ取られない方がいいのかえー、よく分からずにやってますがまあこの後は、えー、こっちをねどんどん進めていきますかお相手も同じ感じそうねー このあとどうするんだろう <laughs> このあとどうするんだろうまあちょっと真似して金玉にしとくかそっちから来るこれどうするんだうんまあこっち行ってみるか。 ほいほはいほい、はい、これはじゃあんどうなんだろうつついてきたら取る取られたらもう一回えー、まあそこはまあいいかえー、っとねどうしようちょっと ちょっと相手と同じ構えにしてみるか今回は対象にねあそっちいったはいはいはいなるほどってことはこれを動かすとまあ同じような感じになるんだけど一回これ上行ってみるかこれでここちょっと あーいや意味ないのかどうなんだろういやこっち行くかそこが、えー、前進してくるまあじゃあこっちもちょっと前進してみるかなるほどほい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 こっちも行って 一旦王様動いてみるか。これ一歩下がると、えー、このラインはあいや、あんまりか。これ一段下がってから、4の6まで出てくればちょっとなんか、狙えるかなみたいな感じもするけど。まあでも、あ、どうだろうな。 ああ、つついてくるのか。これ、ほっとくとまずいのかななんか、ほっといて、こっちに行っちゃいたい気もするんだけど、こっち行ってみよっか。ああ、そういうことか。これは、 取ったら交換になる、えー、角で取ると多分角いお互い折り合う感じになるしポでやると塞がっちゃうってことかそうだねそうかどうしようこれまあでもこっちで取るかで で、これは取らないと裏返られるとまずいか。ただ、取って取られて、うん、ま、取りましょう。取る。あ、そっちなんだ。へえじゃあ、 そうだねどうしようかなここ前進してもう一回道を開けるかはい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 そういうことね銀が守ってるよっていうことだわここ前進すると金の方で取ってくるんだろうなそうするとということはあい 一回これ取り返して、もう一歩前進して、おっと、そうなるか。これは一回追い出しましょうかね。追い出しましょうか。はい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 。そうかそうか。それでそこ、その位置に、え、守るのね。はい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 。これを前進させると取ってくるのか。 取ってくるかうーんとねそうだなうーんどうしようかそうだなちょっと一旦こっち側っていうかここの。 あ,ーあーでもそそうねーああどうすればいいんだこれこっちはそっちで取るよとああそうか俺あれか一個もポー取られてないから置けないのか持ってるけど。 なるほどねえっ、ー、とちょっとこっちの端っこ進めていこうかでつついて取らせてからいや意味ないかいやーどうだろうちょっとじゃあ今度こっちも進めるかなんか自分の <laughs> 自分の飛びさんが動き取れなくなっちゃってんなえどっから大手ああびっくりしたそこかあーこれはーこっちかなこっちで守る戻るそうですか なるほど。あでもこれでえっ、ー、と一応真ん中の列は使えるようになったね。まあそれはそうと、えー、ここ引き続き攻撃しよっか。出てくる。これ取ると、えー、トビさんにやられちゃうなというとこですね。うーんそうか。どうしよっかな。 一旦下がるか下がるのかいやこれここ塞ぐとどうなるんだ あ、でも、ちょっと待てよ。そうか。3の5を取られると、強制的に交換させられるような感じになっちゃうか。そこを塞いだところで。だとしたら、やっぱこっちを下がっとくんじゃないのかな。どうだろう。ちょっと下がりますか。あ、ポが前進する。はーん。 そうなんだこれ一回取るかいやこっちかこっち一回つついて取ったらあーいやよくないかそれも。 もう一回やっても取ってくるももう一回やってもってて取くるか次は取れないでしょうここどうするんだろうあでも右側のやつ取ってくるか強制的に交換になっちゃうねそれは。 んあでもここでそこ取るのはありかこれで取るのはありかもしんないね取ってみますかあバックするあ,あそれでダメかあんまり よくないかああ、そっかこれ戻るぐらいしかないのかこっちまで戻るかんああ、それでまずいのなんとしまった不容易にあげるんじゃなかった あなるほどねそうかそれでまずいのかんでもそれこそ一旦このラインからどいてもらわないといけないのではこっち先やってちょもう一回やって。<laughs> ああ、でもそうか。今度はそっちが当たってしまう。まあ、と、ああ、でもそうか。最悪取ったら取り返せるから、この状態で一旦こっちか。あー、んそれはよくわからんけど。そうだよね。こっちは、角は別に取られてもなんとかっていう話はあるから、 まあでも一回守るのかなこれでもう一度追い出そうあ意味ないじゃん何やってんだそうかそうかそうか <laughs> 取られるのかああアホだったなそっか何をやってるんだあれー ちょっと一旦横に動けなくするか。ポがいるから、えっ、ー、と、銀自体で取れるわけではないが、こっちに行って、うーん、なんかやってきた。まあ、これは取りましょうか。で、えー、っと、 これれはどれで撮るのあ取らないのかそういうことかはーあーそうですかそうですかえー、っとじゃあ一旦こと こっちに一歩寄るかあそれで取るそれで取るそうね いやーそうだなぁ。どうするんだこれ。角取る、ポで取られるん。ん角取ったら、あ、とびさんで取るのかちょっと分からんなちょっと。 まあでも角取るかあね。あそうかそれはそれはまずいなそれはまずいな 横に行くくらいしかないかそれもまずいねこっちへへへん中貫ぬかれちゃった真ん中貫ぬかれちゃったこれはまずいか。 あらー。下がる。あれ、そっか。今のは、今のはめちゃめちゃまずい。<laughs> あれしまった。今のはめちゃめちゃまずかった。 ちょっと1回裏返すか1回裏返してそれは困るけどえーっとねまあしょうがないかっていうかこれしか持ってないんかこれしか持ってないんかえ <laughs> こ, <laughs> これしかないの <laughs> ちょっと。 こっちかじゃあ仕方ないうんーじゃあこれ取るかなんていうかいああでもそっかでも何とも言えんかこれは。 しょうがないこっち側を守るかあれ <laughs> それも取るしかないか取るよないや同じ形になるんだよでも相手は金持ってるんだよそういうことだよね手持ちに入った分プラスって考えてるってことかなさあどうしよう <laughs> さあどうしよう <laughs> そうね角が2枚あってもな 角が2二枚あってもなあだよねちょっと一旦これもらうか逃げられないのかそうかそうか。 えーっとこれはどうすればいいんだ逃げられないんだもんなこっちに行くしかないか。 こうやったらあーあーこれはーこれはそうか。 ここ塞ぐ？さぐ<手>これは取るしかない大<手>これも取るしかないかそれは取るよねへへへそっかそれでまずいのか。 えこれは先に逃げるのかなどうなんだこれ逃げてもでも逃げ道を作るのかどっちだこっちかなんかでも捕まりそうだよなでもしょうがないと思うこれで逃げるしかないんじゃないか あーそうかちょっとここに何か来られるとまずい気がするから守りますかそっちまあこれは取るよね 銀ちゃんほいとりますかとるかな<手>これもいやこれ外に逃げるどっちだろう逃げますか <laughs> そうか <laughs> そうすると取られちゃうんだねなるほど 置けないしえーっとどうするかないやもう逃げるしかないか逃げる。 これは一回塞ぐこれああこれも困るのか取れないのかそれ嫌なやつだなーあーしかもこれそっかあっていうかだからルちゃん取ると一応 横が逃げやすくなるかこっち取りましょうあっダメか <laughs> そうかはいえー、ということでまあ今回もねちょっとやられちゃいましたねなるほどなーはいはいはいまあまあまあこの辺は別に この辺は別にというかね、ちょっとね、どうしていいかわからんときに、相手とね、似たような形にしとけば、とりあえず互角なんじゃないのの精神で今回は行ってみた部分もあって、まあ、ただ、狙いたい場所があれば、そっちを優先するみたいな、そんな感じでやってみたんだが、えー、意外とね、なんか狙いたい場所に移動すると、別のところに隙ができて、結果的に悪いみたいなところでしたかね。そう、これもね、そっち下がって、 でそこに出て行きたたかかっんんだけどなそそれそう取るとね自分の道塞がっちゃうっていう嫌さがあってねそこを開けたけどそうだよねけいちゃんが出てきてなんかちょっと準備不足だったかなみたいな感じはしましたねうーんでこの時点でね自分のコマ取られてないせいでポがね使えないんだよね手持ちにあっても。 あ、この段階では違うんだけど。はい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 。で、そこに出られると取りにくいから一旦後ろ下がって。うーん。そう、そこら辺ね、あのー、ちょっと上げ、気前よく上げたせいでなんか、あれだよね。一回下がらざるを得なかった上に、そこに入られるという。で、えー、ちょっと追い出して、追い出したらそっち来られるっていうね。 はいはいはい。それがちょっとよく意味わかんなかったんだけど、最後はね、役に立ってたね、相手のその、あのー、7の1のところね。1の7というか。で、そこもさ、あのー、なんだっけ、角、それを、ああ、そうね、そこの、金よ、角ね、あの、取っちゃダメだったんだよ。それ、それひどいんだと思う、多分。あ、でも赤い三角出てないな。 そうだあのねそこでね多分ねもう一枚の金の方を3列目に斜めに上げておく方が良かったんじゃないかなという気がしするんだけどそれはうんど,どうなんだろうねえー、そしてだまあもう一回守って で、えー、そっちで戦力補充して、で、もう一回守って、なんかお互い取り合う感じになった。そこなんか埋めとかないと、なんか、入ってこられるとまずいかなと思ったんだけど、結局これ取って、で、そこを一回やってから、そっち来られて、まあ逃げ道を用意したわけだが、お、なんか、喋ってる間によく見たら下のグラフに赤い三角がいっぱい出てるな。 まあ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 。なかなかね。まあ取って取られて、逃げていったけど、これこのままね、なんか先までもうちょっと逃げていけば取られにくいんじゃないかと思ってたけど、最後ね、あそこにある、そう <laughs>。え、役立っちゃってんだよな、ポが。ここどうすればよかったちなみに。 ああ取るしかなかかなっっったてって言ってんのかはあでもう一回やるのか <laughs> なんかお互いに角角って置いてるけどよくわかんない位置に置いてんなであーこれもう一回取るしかないってやつあーで角で取るのかはい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 あーこれは <laughs> これはとりあえず生き残ってるけどやだらやだな <laughs> そうですかそうですかまあもうちょっと戻すかここも一応オレンジの三角だがあーむしろ逃げ道の先に戦力補給しとけって感じかなるほどねーあ,ーはあはあははあ、はそういうことねへえぎゃー <laughs> そうですかこれはでもちょっと捕まりそうな気がするなここはあそっちにポー取って逃げてえそっちにポーやった意味は <laughs> よあでもそうかそれを取れるのか。 ほう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 。ああ、確かにこれ、一番マシかもしれん。一番マシかもしれんけど、それでも追い詰められてるな。なるほど。ちょっと戻って。あれだな。あの、突破されちゃったとこまで戻りたいな。 あでもここも三角だなちょっとこれはあそっち取るべきかやっぱりまあ取って取られて一旦仕切り直すっていうことかそうだねその方がいいねきっとはあそうですか なるほどね。ここはあ、っていうか、ここで相手の手に三角ついてて、一旦グラフが復活してるから、ってことはさっきのこっちを取るやつは良くなってたんじゃないかな、もしかして。あと <laughs>、あとちゃんとできるかどうかは置いといて、 これはもしかするとちょっと良くなってんのかもしんないね。わからんけど。そうか。まあでもそうだね。取っとくべきだったかもしれんね。で、あとは、ここも、えー、三角。んここも三角。あー、水晶は角でつつけと。 言ってんね。へえ。ああそうですかそうですか。でこっちも角でつつかれるけどえー、一応あれかトビさんやられても角で角は取れるからこういう形になるわけね。はい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 。で守ればまだやれるよと。なるほどね。 あれなんかここここ良くなってるねこの瞬間いいの俺何したああそれかそそこはどういう手を本当はすればよかったんだろうこああそうねそこでんそこはこれ取ったのがまずかったよねここでどうすればよかったかはちょっと推奨 が出てないないいかからわんけどまあでもそうなんだよね角を取ると金取りながら大手にされちゃってたから多分こここっちからやってくのかなーっていう感じだよね。 はいえー、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー